イスラエルを支援するイラン人組織とパフレビー政権の復活を目指すというワシントンにある親イスラエル派の、まあ、そこから巨額の支援を受けてイスラエルと連携するメディアたちをねうまく利用しているっていうことも、まあ、これも明らかになっているわけですね。イランという国の現在の体制をひっくり返そうと着々と今裏側で水面下で進められていると。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはご案内からです。僕の5年ぶりの新刊、第三世界の主役、中東。こちら2つの部門で Amazon ベストセラー1位を獲得させていただきました。皆さん本当にありがとうございます。Amazon で、販売中ですので、ぜひご購入して読んでみてください。そしてこの書籍に関する講演会いくつか行います。大変革グローバルサウスの時代、3月16日の土曜日、甲府で行います。山梨県甲府の皆さん、ぜひご参加ください。そして3月の17日日曜日福岡で開催します。私石田と投資系 YouTuber 幸せゼミナールさん、そして経済評論家の渡辺哲也さん、3人で新投資術2024ということで福岡の方で開催いたします。福岡九州の皆さんぜひご参加ください。そしてドルと原油と世界経済混迷の世界情勢を読み解く2024最新バージョン松江で開催します。3月の23日土曜日為替アナリストちょいわる先生と一緒に島根県松江市の方に伺います。島根県のみならず近県の皆さん、鳥取、山口、岡山、広島の皆さんお待ちしております。ぜひご参加ください。そして3月の30日高松に行きます。混迷の世界情勢 in 香川県、今日本はどう関わればいいのかということで、こちら懇親会付きとなっておりますので、ぜひ夜も盛り上がってまいりましょう。そしてドルと原油と世界経済の東京八王子開催です。4月13日土曜日、こちらも為替アナリストちょいわる先生と一緒に伺います。ぜひ皆さんご参加ください。ということで日本全国各地で講演会を行っております。越境 3.0 の視聴者の皆さんが集まって、みんなで横のつながりもできていくという、そして皆さんと名刺交換したり、質問受け付けたり、写真撮影とかいろいろと楽しんでまいりたいと思いますので、ぜひご参加ください。詳細とお申し込みは概要欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはイスラエルを支援するイラン人組織ということでお話をお届けしたいと思います。今行われているガザ戦争なんですけれども、まあ、イランの君主主義者という、まあ、いわゆる反体制派がいるんですけれども、まあ、彼らは、あの前のイラン、パフレビー王朝、パフレビー政権の復活を目指すという、まあ、そういった考えを、そういった思想を持っている方々の、まあ、組織なんですけれども、まあ、その組織において非常に重要な同盟国とみなしているのが、まあ、イスラエル。そのイスラエルに接近しているイラン人組織が今どのようなことが行われているかという、まあ、そういった今日はお話です。まずはこちらのニュース記事。なぜイランの君主主義者たちはガザ戦争をめぐってイスラエルを支援するか。こちら3月9日、アルジャジーラのニュース記事です。このイランの君主主義派組織というのは、まあ、彼らは1979年のイスラム革命によって打倒されたイラン最後の王様。シャ、ムハンマド・レザー・パフレビーの息子の支持者であると、まあ、その支持者が集まってイラン君主主義組織という形で動いているわけですけれども、まあ、イランとイスラエルって、まあ、今対立していますけれども、もう非常にバッチバチの対立なんですけれども、1979年のこのイランイスラム革命が起こる前まではイランとイスラエルって仲良かったんですよね。イランも、まあ、親米国家の一員だったんですよ。この元々イランというのは王朝で、このムハンマド・レザー・パフレビー、まあ、彼が最後の王様なんですけれども、このムハンマド・レザー・パフレビーによって作られてきたイランというのが非常に親米政権で、まあ、アメリカの、まあ、傀儡政権と呼ばれていたんですけれども、まあ、その中でアメリカの文化とかがたくさん入ってきて、で、それで、まあ、イランの、まあ、イスラム教が崩壊されるんではないかと。イスラム教の文化がどんどん崩れていくと、このイランを放っておくわけにはいかないと。まあ、いうことが一つと、で、もう一つ、このムハンマド・レザー・パフレビーのこの王様とその周りがね、もうものすごい贅沢三昧な、まあ、非常に裕福な暮らしをしていたんですけれども、多くのイラン人がもうずっと貧困のままであると。なかなか豊かになれないこのイランという国を改革しなくてはいけないという、まあ、二つの、まあ、経済的な理由と宗教的な理由、この二つから、まあ、革命が、まあ、立ち上がるわけですよね。その革命の指導者になったのが、ホメイニ氏と。いうことで、このホメイニさんがイランの庶民の心の支えとなって、1979年にイランイスラム革命が起きて、王朝だったイランが倒されて、でモハンマド・レザー・パフレビーは亡命をして、その家族なんかもみんな亡命をして、でイランはイランイスラム共和国という共和国の体制に、まあ、切り替わったんですよね。でそれで
まあ、そのイラン・イスラム共和国というのはイスラム教シーア派で、そしてその中でも十二イマーム派というシーア派の中でも非常に原理主義に近い、そういった宗教を国教としているので、イスラム教の聖地の一つであるエルサレムを奪っていった、まあ、イスラエルという国は許せないと、まあ、いうような形でイスラエルを敵視していくようになるという、まあ、そのような形で1979年から、まあ、イランというのは反米国家、反イスラエル国家にも逆転するわけですよね。で、その79年に起きた革命から今までずっとイラン、イスラム共和国が続いていたんですけれども、この現在の、まあ、国民の不満も高まっているイランという国を元のイランに戻そうという動きが、イランの君主主義組織というモハンマド・レザー・パフレビの息子とその支持者たちとで、まあ、組織されているイランの反体制派分子なんですね。彼らが新イスラエルの集会で、まあ、古いイラン国旗を振って、でイスラエルとその指導者ネタニヤフ首相への称賛を、まあ、これまで叫んできたわけですね。なのでイラン人の主流派とは、まあ、真っ向から対立する思想なんですね。でしかし多くのイラン人が、まあ、現在のライシ大統領の外交政策や国内政策に非常に強い不満を持っている。で特に現在のガザ戦争に関してはイラン国内で複雑な反応を引き起こしているんですよ。まあ、いずれにしても多くのイラン人はこのイランの自国政府への批判というものと、あとパレスチナ人との団結というもの、この二つのねバランスを今取ろうとして、このなんかシーソーがギッコンバッタン言ってるような感じなんですけれども、まあ、そういった中でイランの反政府組織、反政府運動というのが他にもいくつかあるんですね。でこのイランの反政府運動というのはもう本当に様々な派閥で構成されていて、イデオロギーの違いによってこの反政府組織の団結というのは妨げられていて、で激しい対立と分裂がまあ生じています。反体制派組織の中でもまあ対立と分裂が生じているんですよね。まるでこのなかなか一枚岩になれない日本の野党のような感じなんですけれども、まあ、実際ガザ戦争の勃発以来、イランの君主主義運動っていうのはオンラインとか欧米の新イスラエル集会でイスラエルへの強い支持をまあ示していますし、そういうような主張もまあかなり強い主張が出てきているんですね。で彼らの攻撃的な活動というのが非常に問題になってるんですけれども、多くの新パレスチナ活動家が、まあ、それで悩まされていて、イラン民主主義国民連合NUFDI というそういった組織があるんですけど、まあ、その組織はワシントン DC 拠点に置く新パフレビー派のロビー団体なんですけれども、まあ、彼らが新パレスチナ活動家を脅迫していると。1979年まで統治していたモハンマド・レザー・パフレビーはイスラエルにまあ友好的なんですけれども、まあ、アラブ世界との関係もバランスを取ろうと努めていたんですね。で彼はまあエネルギー、安全保障、地域の安定に関してはイスラエルと協力をして、で同時にパレスチナの大義とかイスラム運動への支持というのを表明することもあって、アラブ諸国側にも寄り添っていたんですよ。でもそれを全面的に受け入れることはなくて、まあ、冷戦中というのは断固として米国陣営に属していたというのが、まあ、昔のイランなんですね。で、そしてそのモハンマド・レザ・パフレビーはイランを湾岸地域の最有力国、最リーダー国として位置づけて、まあこの地域におけるイランの影響力を最大限に強くしようとしていたわけですね。そんな流れから、まあ、彼の息子とその支持者らはイスラエルを自分たちにとって重要なパートナーとみなしていて、まあ、長年にわたって、まあ、ますます過度にこのイスラエル寄りにイスラエルを支持するようになってきていると。でなのでパフレビー支持派の組織というのはワシントンにある新イスラエル派の右翼のシンクタンク民主主義防衛財団 FDD というのがあるんですけども、まあ、そこから巨額の支援を受けて、でそれ以来、まあ、アメリカの新イスラエルメディアとか団体からも、まあ、非常に巨額の支援を受けていると。そういった君主主義者たちは民族、宗教、地域的な影響に関係なく、まあ、イランの政府の打倒を目指すイスラエルとアメリカのタカ派の側に立っているんで、まあ、通常のイラン国民とはほとんどこの共通のエデオロギーを持っていないんですよね。まあ、このことがイラン国内で彼らを孤立させている、まあ、一番強い要因なんですけれども、イラン政府はこの君主主義者たち、いわゆるパフレビー支持組織がイスラエルとアメリカから巨額の支援を受けているっていうことを知っているんですよ。で、また彼らがワシントンの新イスラエルロビーとも緊密な関係にあって、イスラエルと連携するメディアたちをね、うまく利用しているっていうことも、まあこれも明らかになっているわけですね。ということで、まあイラン国内の重大な対立関係が背後で拡大しつつあるということなんですけれども、これを助長しているのはイスラエルロビーとアメリカということです。イランという国の現在の体制をひっくり返そうと、着々と今裏側で水面下で進められていると。
まあ、そのようなことが起きているわけですね。このガザ戦争とイラン国内の混乱に乗じて今このような動きが活発になってきているということで、まあ、非常にイランにも注目です。このチャンネルではこのこういったイランとイスラエルの問題も過去にたくさん動画を配信しています。こちら過去の再生リスト、イランとイスラエルの方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、キアウィーゴー。世界とつながりたいあなた、待ってます。